こんにちは、トミーです。今回の企画なんですけども、手ついたら即帰宅。もう最近ね、ぬるいなって思ったんですよ。自分に対してのそのスノーボーディングの姿勢が、もう手ついたら即帰宅という企画を今日やりたいと思います。転んでも OK なんですよ。勘違いしないと。転んでも、攻めた結果転んでもいいんですけども、手ついたらアウトっす。手のひらがらみたいな。 手の、そうです。だからもうこういうのとかあるじゃないですか、こういう判定をね。今のはセーフなの？いや、それはもうこれもアウトだ。これもその意識の問題。はい。なんかビビってこう言ってからこうとかやったらもうアウトです。はい、わかりました。そのビビっての姿勢が出たらもうアウト。お願いします、今日。はい。とりあえず1本目なんで、手ついてすぐ帰るの嫌なんで、ちょっと普通に滑ります。普通に。はい、はい、まだ手つかない。とりあえず帰るのだけは免れました。さっきね、手ついてないんで、もう一回スノーボードができるという、このシンプルだよね、スノーボードができる喜びっていうのを感じられます。これ流行るんじゃない？あ、これですか。うん、グローブ
切れる。全然フロントじゃねなんかね、その方がいいスタイルになると思う。やばい、なんかさらりとおしゃれだ。いいんだよ、そっから手出さなかったらトミクの勝ちなんだから。大丈夫、気合いですよ。全然セーフ。危ねえ、出るよ。ダメだよ。マジね、上手い人に見える。よしよしよし、また今日もスノーボードできるぞ。めちゃくちゃ怖かった。こっちの方が良かったっすか、俺。すごい。すごいね。すごい。うん。じゃあそれではこれで。大丈夫かな、久々。あ、でも。あ、全然余裕っす。余裕っすか。あ、なんか懐かしい。懐かしい。余裕っすね、そんな。もう余裕よ。よしよしよし、ここから。ちょっと板が走らんのよね。知ってると思う、これ。皆さん、ここボックス行きたいと思います。はい。引っかかります。危ないせー、危ねー、マジで。なんかいいね、いい心がけだ。肩痛くなってきた。本当にうまくなったね。なんか乗れてるのかな。乗れてる。危ない。今ボードスライドかまそうと思って。ワックスが大事なんだよ。うお、スケーティングまでした。うわ、危ねえ。じゃあ最後のここシャドウ。あ、これ降りればもう十分。ちょっとあれ言ってからします、ね。はい。ちょっとさすがに呼吸所が行ってる時は、やっぱ俺でもマナーはしっかりしてるんで止まる、こういう斜面。救急車と一緒ですね。そうですね。はい。ちゃんとこういうとこ使ってきますよ、俺は。あのカバー上がってくるんで、自分の。
ケーターがいる。じゃあもう最後まで。